こういうことをですねやってくるとのさばらせておいていいんですかとちゃんと説明してもですね都合の悪い説明は聞かないですしで嘘を言いますし平気でもうこれの知り合いにしかならないので我々は出るところに出てですねそうですねはいまだ訴状が届いてないので、まあ、何をおっしゃってるのかっていうのはよくわからないんですけれどもまあなんか我々の 党の仕組みについて、はい、あの、おかしいから訴えるということだったと思いますけど、まあ、私は、あの、そう、あの、訴訟を起こされたことは歓迎してまして、あの、その適当なことですね、あの、ないことないこと言われるよりもですね、裁判だったらちゃんと向こうも資料を出さないといけないので、何が違法で何を言ってるのかということですね。噂レベルのものを引っ張ってきて、誹謗中傷されるのは当然困るんですけど、 はい。だからもし我々のシステムに問題があるよということであれば、ちゃんと論理的にですね。で、また法律に則っ,って訴えていただければ、我々も、まあ、不備もあると思います。あの、なぜなら我々まだできたばかりの党で、はい、まだ作っていってる最中なんで走りながら、はい。あの、完璧にね、なんか固まってドーンっていうんではなくて、それこそ、えっ、ー、と、規約にしてもですね、いろんなこう政策の作り方にしても、今、話しながらどういうふうな形にすると、より党員の声が反映できるだろうかと。 で、なんか、それを本部が全部決めちゃうと DIY じゃないんだって言ってるんですよっていうことを前、この後聞いたんですけども、あの、他の政党って大体本部で全部決めますよね。はい。なんで我々が曖昧でファジーでちょっとそこが詰まりきってないかっていうと、やっぱりみんなで話し合いながら決めていっているからでして、はい。そこの部分は、あの、 なるべくみんなの意見を聞いて決めようと思っています。ただ、もう人数10万人ぐらいね、サポーターも入れたらいますから、その方々みんなで話し合うっていうのは無理なので、当然、これ何度も言ってますけど、本部、私たちボードメンバーや事務局で決めることがありますし、あの、この部分に関してはみんなの意見を聞こうという部分も当然あります。でも、全員が納得する答えってないので、ある程度意見集約して、じゃあこの辺ですねって、渋沢さんたちにも合議を図って、で、本部で決めていくと。 いう、そういった形でやっています、ということですね。まあ、あと、あの、この間質問で受けたのは、事務局長とかボードメンバーを、党員が解任することができない、というふうな、そういう、あの、指摘がありました。これね、あの、党を作る時の、あの、話の中であって、皆様見ておられたいと思うんで、もう一回言いますと、なんでそういう仕組みになってるかっていうと、賛成取ってお金を払ってもらえば誰でも党員になれるんですね。 はい。で、そこに全員にこう、議決権をやわって、役員を全部変えれますというふうな形にするとですね。まあ、これ、例えば、まあ、あのー、で、名前上げないんでいいと思います。例えばね、どっかの大きな教団が、で、ね、20万人とか30万人人がいるような教団がですね、賛成と大きくなってきていいぞと、国会議員もできたぞと、ね、これをうまく使ってやろうと思うとですね、はい。あのー、数の論理だけで、はい、役員が変えられちゃうと、お金みんな払ってガーッと一斉に入ってきてですね、 はい。それで、多数決で、役員から何か全部自分たち派に変えちゃうことができるんですよね。はい。そうしちゃうと、これ、党体が乗っ取られちゃうことになるので、はい。これを抑止するために、ある程度中心には、我々、設立のメンバーがいて、でそこの中で、我々が合意をしながら決めていくというふうな形。でも、まだ、今、あの、組織ができるまでは、僕が発起人ですから、事務局長として強めの権限を持たせてもらいますよと。 でも、このままじゃいけないので、いずれそれは変えていきますということをですね、まあ、院の皆さんに説明しながら、まあ、作っている党だということであります。はい。で、まあ、そういったことを言うところが、まあ、訴訟してもらうのは、大いに今結構ですと。だから、訴訟でやってもらえばいいわけですよ。 ね、もし納得がいかないことがあれば。で、あとは、あのー、違法なことがあれば、警察とか、戦艦に言ってもらえばいいのであって、えー、私たちが言ったのは、もうそもそも、こう、街頭とかに来てですね、ワンワンワン言うとか、事務所に押しかけてきてですね、あのー、ずっと居座るとかですね、あのー、歩いてるとストーカーみたいについてくるとかですね、そういうのはもう違法、不法の行為だから、やめてください、ということを言っています。で、なんでそんなことをこんなにされるんだろうな、と。 思ってですね。ま、いろいろ調べていったら、そういうことをする人たちの背後にですね、いろんな、こう、人間関係が見えてきたわけですよね。で、その一部に、えー、極左暴力集団に加盟してた人がいるとかですね。あとは、えー、反射とながりがありそうな人たちがいるということも見えてきたわけですね。で、これ何を我々恐れるかというと、これはもう街頭でも言ったんですけれども、 そういうところと一緒に例えば会議をしてた、話し合いをしてた、対談をしてたっていう絵がどんどん残っていくと、あ、参政党とそういうグループは仲間なんだと。で、さらにその裏にはこういう人たちがついてるんだっていう、その部分まで僕らについてきちゃうから、これは絶対党を守るためには線を引とかないといけないですね。これは僕はずっと前からも言ってますけど、ね、あの、そういう人たちは線を引かないといけないんですよ。明確に我々は違うんですよと。 いうことを言っておかないとダメなので、そういう話をきちっとしました。そうじゃないと、ね、これね、こっちはまあ無視しとけばいいんですけど、当院の人がなんで逃げるんだとか、なんで議論しないんだと、ね、話し合えばいいじゃないかというようなことを、まだ言ってる人が一部いるんですね。もうほとんどいなくなりましたけど、だからそういう人たちの気持ちを収めるためにも、この間僕はそれはっきり言ったわけです。はい。で、それでまあ名誉毀損だなんだかんだというのをおっしゃってますけど、まあそれならもうどうぞ訴えてくださいと。 いうことですね。はい。で、それは、ね、あの、我々ももう少しちゃんとね、資料を揃えて、裁判になったら資料での話になりますから、そしたらその時に出せばいいだけの話なので、はい。まあでも言っておられる本人たちが一番何のことをおっしゃってるかってのは分かってらっしゃると思うんですね。はい。で、こっちがそれをわーわー言うとですね、また怒る人たちが出てくるので、そうやって、まあ、どんどん炎上を広げたいだけなので、はい。だから私たちは何を言いたかったかというと、なんで線を引くのかと。 いう理由をもう明確にしないとしつこいので、ね。あの、そこの理由を明確にしたわけですね。で、もう対応,対応しませんよと言ってますから、もうこれ以上ですね、つきまとったり、妨害したりしたら、もうこれはもう完全に、あの、法律のね、範疇を超えますので、はい。それはもう警察にももうすでに相談させていただいていますし、はい。実際にもうその線を超えてきてると思ってるんでね、はい。 あの、それはもうやめていただいた方が、ご自身たちにとってもいいと思いますし、誰も幸せにならないですよね。喜ぶのは、ね、喜ぶのはそういった小さい政党が争っているのを見ている大きな政党の人たちは喜びますね。はい。しめしめですよね。はい。信仰勢力同士がね、争ってたらですね、潰し合いみたいになるわけですから。だから僕らは、ひょっとすると、大きな勢力が何らかの協力をして、ちっちゃい勢力が暴れて僕らにぶつかってきてんじゃねえのか、というふうな、 ね、推測をするわけですよね。証拠はありません。ただ、ね、合理的じゃない現象が起きるっていうことは何か仮説が立たないといけないですね。なんか、ね、物事ってある程度合理性がないと人って動かない。合理性か利権とかお金とかがないと人は動かないので、ね、まあ感情だけでやっちゃう子供主義ない人もいるかもしれないけれど、僕らはそんなことしませんから、あの、し、僕らの考え方で言うと、何か合理的な理由があるとすればですね、 小さいところを争うことによって喜ぶ大きな政党の人たちがいると。はい。その意を受けている。全体じゃないとしてもね、一部の人たちの意を受けて攻撃してくるんじゃないかというふうに取れます。ので、皆さんよくですね、あの、現象だけを見ずに、経緯を見て、その背後関係とかをぜひ考察してください。私たちもそういったものを今作りながらですね、まあ、資料は粛々と作っています。だから、えー、裁判していただいたらですね、はい、そういったものはあどんどん出していこうと。 いうふうに思いますので、そういったところでちゃんと証明していかないと、ね、ちゃんと説明してもですね、都合の悪い説明は聞かないですし、で嘘を言いますし、平気で。だからもうこれ罵知り屋にしかならないので、我々は出るところに出てですね、はい、きちっと資料で、はいえー、自分たちの意見の論拠を立てていきたいなというふうに思います。まあ、ね、まあ、そんなことに時間をかけるだけでもですね、えー、かなり、えー、足取られるんで、 はい。選挙とかね。あの、国会の対策とかできなくなるんで、こういうことをですね、やってくると、のさばらせておいていいんですかというのは、私は国民の皆さんには言いたいですね。問いの皆さんは分かってると思いますけど、見ておられる一般国民の皆さんに私伝えたいのはですね、こんなことを政治でやってるから、どん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 皆さんの利益が削がれてですね、増税されて、みんなの生活苦しくなるんじゃないですかね。僕たち、政治家、政党がやるべきことはですね、皆さんの権利や生活を守ることです。 はい。日本を良くすることです、ね。そうじゃないところに時間も労力も割きたくないのに咲かざるを得ない状況が意図的に作られているその現状を放置しといていいんですかということを私は全国民の皆さんに言いたいというふうに思いますね。こんなことをやってるからみんな政治が嫌になるんじゃないですかはい。私はわかってましたよ。こういうことになるって。うん、でも、あえて今ですね。それをやって皆さんに見せてる感じですね。ので、 これぜひですね、皆さんのケーススタディにしていただいて、なんで日本の政治が前に進まないのかという根本原因を一緒に考えていただいて、はい、ダメなものはダメと一緒に声を上げていただければというふうに思います。今日は以上です。<S <S